皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の BMSG スケジュールをお届けします。今週のトピックスは3つです。1つ目が先週1週間の最新情報の振り返り。2つ目が BMSG スケジュール3月29日から4月5日まで。3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報まとめです。 この動画は b ースト以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。b ーストのスケジュールは毎週月曜日に配信中ですので b ーストのスケジュールを確認されたい方は概要欄のリンクにそちらの動画を貼っておきます。合わせましてマーゼルのスケジュールなんですけれどもこちらの動画に今週はまだマーゼルのスケジュールも一緒に入れておりますが 実はすでに別でマーゼルのスケジュールというのも配信をしています。ですので今後来週か再来週あたりからはもうこの BMSG スケジュールの中からマーゼルも別にして、この追っかけ情報局では b ー s t のスケジュール、マーゼルのスケジュール、BMSG のその他のアーティストのスケジュールということで、 毎週3本のスケジュールを投稿していく形にしようかなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。では、1つ目。先週の BMSG 情報です。先週1週間は、エディーボーイのファーストアルバム、エディーボーイイズヒアがリリースされた関係で、エディーボーイの情報がとても多くなっています。まず1つ目、スカイハイさんが J-Wave の BuzzOf2022 を受賞されました。おめでとうございます。そして、ノベルコア君の記事が公開されています。ID Japan から、こうあるべきという固定概念はいらない。アイルザ・ショウタさんです。アイルザ・ショウタさん、今週3月27日から30日まで、デイト FM のラットラジオオールデイに毎日14時頃にコメントがオンエアされています。 そしてもう一つ、昨日21時にブロック FM でアイルザ・ショータ・プレゼンツ、アイのステーションが放送されました。こちらすでにアーカイブも公開されております。ゲストはマッツさんでした。そしてエディーボーイ関係がたくさんあります。インターネット記事、アンコール、エディーボーイ、エディーボーイ・イズ・ヒアのインタビューが公開されています。ラジオのゲスト出演もありました。 3月27日12時、キス f m 神戸ウェーブにゲスト出演しました。そして雑誌 B パス5月号にエディーボーイのインタビューが掲載されています。そして先週はエディーボーイがいろんなところでゲリラ的にストリートライブを開催していたんですけれども、その様子がエディーボーイのインスタグラムで公開されています。 そして、エディーボーイイズヒアのスペシャルサイトにてミュージックビデオのオフショットが公開されています。インターネット記事、ローリングストーンジャパンでは、エディーボーイが語る今を塗り替えるジャンルレスな音楽という記事が公開されています。エディーボーイもファーストアルバムリリースに伴って大活躍ですね。続きまして、レイちゃんです。 レイちゃんはスカイハイさんのバックダンサーである BFQ さんの YouTube チャンネルに登場しています。ダンスチャンネル BFQTV、レイココラボ祭り第1弾、そしてレイココラボ祭り第1弾の撮影裏側ということで2本の動画が公開されています。最後にルイとタイキなんですが、この3月で中学校を卒業しました。おめでとうございます。 大気はそのことをツイッターで報告してくれていて、このツイッターの文章がとても素敵だったので、ご覧になっていない方はぜひリンクからご覧になってみてください。はい、ここまでが先週の BMSG でした。続きまして、今週の BMSG スケジュールをお届けします。3月29日水曜日。 本日、マッツさんのドーンフィーチャリングアイルザショ t タがリリースされました。おめでとうございます。本当に今月、ショータの活躍が目覚ましいですね。続きまして、本日発売の雑誌 MG No.16 にダンクショーケースのライブレポが掲載されています。14時頃にはデイト FM、ラッドラジオオールデイに アイルザ・ショータさんのコメントがオンエアされます。そして18時、マッツさんのドーン、フューチャリング、アイルザ・ショータ。こちらのスペシャル映像が公開される予定です。18時には、YouTube でコアのパニックプレッシャー1分チャレンジです。おそらく今回が最終回になるかと思います。20時から、Hulu にて、ダンク、Hulu 特別版の第4話が公開されます。 21時 YouTube にてミッションミッションの未公開映像が公開されるのではないかと思います。こちらもおそらく今回が最終回ではないかと思います。そして本日23時59分まで LINE ュージックにて現在マーゼルへの質問を募集していますがこちらが締め切りとなります。詳細はリンクでご確認ください。 本日24時59分から日本テレビでダンクショーケース60分スペシャルということでダンクショーケースの3日間開催されたライブの様子やその裏側などが放送される予定です3月30日木曜日12時からスペシャオンデマンドにて スカイハイさんとノベルコア君が出演しましたサウンドコネクションノーリミットのダイジェスト版が公開されます。そして同じく12時から TVer にてスカイハイさんが出演したフェス長崎ミュージックジャーニー2023の様子が配信されます。14時頃デイト FM ラッドラジオオオールデイでアイルザショータさんのコメントがオンエアされます。 16時から j w e ブで放送されるグランドマーキーの中で17時10分ろアイルザ・ショウタさんがコメント出演します。そして18時、YouTube にてマーゼルとスカイハイさんの記者会見が生配信されます。その後に19時から YouTube にてミッションミッションの最終話がプレミア公開されます。 それを受けまして、ついに3月31日金曜日、0時に、マーゼルプレデビュー曲ミッションがデジタルリリースとなります。いよいよマーゼルがプレデビューということですね。このマーゼルのミッションに関しましては、映画、ダンジョンズドラゴンズアウトローたちの誇りという映画の日本版テーマソングに選ばれています。その映画も3月31日金曜日から公開されます。 この3月31日金曜日23時59分をもちまして B タウンのリニューアルキャンペーンが終了となりますので申し込み予定の方はお忘れなくお手続きください。そしてチケット締め切りが1件あります。アイルザショータさん出演のグルービングジャム一般発売分です。4月1日土曜日午前10時から ノベルコア×オーブのチケットが一般発売されます。先着順となりますのでお気をつけください。13時から東京 FM にて放送されます JA 全農カウントダウンジャパン。こちらにマーゼルからランくんとセイトくんがゲスト出演します。楽しみですね。14時30分からアイルザショータさん出演のライブグルービングジャムが 大阪城野外音楽堂にて開催されます。23時からは JWAVE にてスカイハイさんのダイブトゥザニュー n ールド」です。25時25分から日本テレビにてゼロゼロ組あぶちゃんの教室が放送されますが、こちらに今回スカイハイさんが出演されるようです。TVer と Hulu にて配信もあります。4月2日日曜日、 二十四時から FM 八〇二でスカイハイさんのダイブトゥザニューワールドです。四月三日月曜日スカイハイさんの書籍マネジメントの話が発売されます。 こちらの本に関しましては3月31日発売という情報もあってちょっとどちらが正しいのかわからなかったんですが BMSG からは4月3日というふうにアナウンスがありましたので一応4月3日に記載させていただきました BMSG のアーティストのファンクラブに加入されていらっしゃる方は BMSG 特別版のこの書籍を購入することもできます b ーファーストのインタビュー記事なども一緒にセットになっているものですので気になる方はファンクラブでチェックされてみてください。そしてこの日21時から LINE Music でマーゼルのプレデビュー記念スペシャル生配信が開催されます。それに先立ちまして19時からこのティザーが公開される予定です。4月4日火曜日は現時点では特にありません。 4月5日水曜日12時からノベルコアアイコンツアー2023のチケットが一般受付開始となります。こちらは先着順となりますので、お早めにお申し込みください。20時から Hulu にてダンク Hulu 特別版の第5話が配信開始となります。はい、ここまでが今週の BMSG スケジュールです。 続きまして、BMSG アーティスト出演予定ライブの情報をお伝えします。今週も緑色のアンダーラインが引いてあるところだけをお伝えしていきますので、それ以外必要な方は各自ご覧ください。まず4月1日土曜日、アイルズ翔太さん出演のグルービングジャムですが、こちらのチケット3月31日まで一般発売中です。 そしていよいよ来週4月7日金曜日にアイルザショータさん主催の Place of Melon Organized by ザショータが大阪の新西橋ビッグキャットで開催されます。こちらのチケットも4月6日まで一般発売中です。そして4月20日木曜日からノベルコアアイコンツアー2023がついに始まりますがこちらのチケット4月5日から 先着順の一般受付が開始となります。アイコンツアーに関しましては全て同じ日に発売となりますので、他の日程については読み上げることはしませんので、各自ご覧ください。4月30日日曜日に開催されます、ノベルコア×オーブ。こちらのチケット4月1日から先着順で一般発売が始まります。5月14日日曜日、 ラブシュプリームジャズフェスティバルジャパン2023現時点では BMSG からスカイハイさん、アイルザショータさん、レイちゃんの出演が発表されていますがこちら出演者モアとなっています BMSG からその他のアーティストも出演するかもしれませんこちらにつきまして現在チケット先着受付中です4月9日までです5月21日日曜日 神戸メロークルーズ2023アイルザ翔太さん出演されます。チケット現在先着順で2次選考受付中で4月14日締め切りとなります。次のページも同じですね。ノベルコア君のアイコンツアーのチケットが4月5日から先着順で受付開始となります。それ以外だと アンダーラインは引いてませんが、8月19、20にサマーソニックが東京、大阪で開催されまして、スカイハイさんと BEFIRST が出演しますが、こちらのチケットも先着順となっておりますので、お早めにお申し込みください。はい、以上です。BMSG 全体としては本当に今盛り上がっていますよね。今月はアイルズ・ショウタさん自身もものすごい好きだったというような話をしてますが、 本当にたくさんリリースもあって、ライブ出演もたくさんあって、大活躍の1ヶ月でしたね。そして、エディボーイ、待望のファーストアルバムリリースということで、こちらも本当に素敵ですよね。各地でストリートライブを開催していたのもそうですし、タワーレコードさんの店舗でインストアライブや、 サイン会を開催していたことで、いろんなファンの方たちと直接触れ合っている様子がツイッターなどでたくさん流れてきたんですけれども、本当にエディボーイっていい子なんだなっていうふうに思いました。ファンの方たちのことを本当によく覚えてくれてるんですよね。そしてルイとタイキも中学校を卒業したということで、4月からは晴れて高校生になるんだと思いますので、この2人のさらなる成長も本当に楽しみですね。 それから何と言っても今週はマーゼルのプレデビューが控えていますね。ミッションミッションで私たちが見ているマーゼルっていうのはまだ10月の姿ですので、そこから半年経ってマーゼルの現在地がどんな風になっているのかということが本当に楽しみです。はい、今週も BMSG アーティストを全力で応援していきたいと思います。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。